おはようございます。元バンディット 400V です。2020年5月17日日曜日7時39分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。いやー、いい天気、ちょっと雲ありますけども、気持ちいい。道路見えるかどうかあれなんですけども、ちょっとまだ濡れてるところありますが、多分朝方まで降ってたんですかね。予報ではそんなに昨日のうちに上がるような予報だったんですけども、そんな感じですかね。いやー、空いてるな。こんなに空いてんの、日曜日の8時、国道1号線このトンネル抜けたら横浜駅ですよ。人口400万都市の横浜の中心地、こんなに道路が空いてるって、いやすごい。びっくりです。何なのっていうぐらい車が目の前にちょっとだけしかいないよ。うわうわ、ここほら横浜駅ですよ。横浜駅で国道1号。いやー、なんか感動しちゃうね。この車の、いやー、なんなっていう、いや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 、すごいな。今回は3つぐらいお話しておきます。以前話したことあるんですけども、週一遍ジョギングしてまして、普段は土曜日、このバイクの元ブログも土曜日なんですけども、午後の3時半ぐらいからですね、12キロぐらい、走ってます。で、先々週から、走るときにマスクつけるようにしてます。なんか報道で見たんですけども、中山教授だったかな、ちょっと誰だか覚えてないですけども、ジョギングなんかもマスクした方がいいですよと。要はその、息の中に、もし感染者だとウイルスが乗るんですけども、それが結構広範囲に走ってると飛び散りますと。なんで予防というよりは感染拡大防止のためにしてくださいねということで、ウレタンマスクっていうんですかね、なんかそういうやつ使ってます。不織布のマスクじゃなくって、何回も洗って使えるやつですね。スポンジみたいなやつ。やっぱ息はちょっと、息苦しいまではいかないんですけども、息しにくいんで、なかなかこうペースがですね、やっぱりちょっとゆっくりになってるなと。気温が上がったっていうのもあるんですけども、そのマスクの影響もあって、ちょっとゆっくりスピードがこう上がらないってことですね。あとはその何だろう、マスクつけ始めたのと同じタイミングで、スポーツドリンクを、持って、水分補給しながら走るようにしてます。それは別に今回からっていうんじゃなくて、それは毎年ですね、夏の時期暑くなると、そういう、熱中症予防っていうことで、水分補給で、ただの水じゃなくて
スポーツドリンクっていうんですかね、あの粉のタイプのやつ、を使ってます。それからコロナ関係なんですけども、コロナっていうか COVID-19 か、伊沢オフィスっていうあの芸能事務所がありまして、志村けんが所属してたんですけども、1987年、志村けんの大丈夫だっていうあのフジテレビかなでやってたあの番組を再編集して、週に2本ぐらいずつですね、あの期間限定で YouTube に、動画でアップしてくれてます。もともとあの10本ということで、その10本目が昨日あのアップされましたので、まあ、全部、アップされたその日か、まあ、翌日にだいたい見るようにしてて、懐かしいなと思って見てました。まあそのオープニングとかエンディングの、あの歌もそうだし、あのコント、それから、いろんなキャラクターが出てくるんですけども、全部覚えてるし、本当にあの懐かしく、楽しませてもらいました。ありがたいね。期間限定がちょっと残念なんですけども、いえいえおじさんとかねもう本当に面白いなと。で、懐かしいっていうことで言うと、最後の話はここ何週間かずっと同じ話してるんですけども、岡村隆史のオールナイトニッポン、先週こうなるんじゃないのかなって勝手なあの想像でお話したんですけども、矢部さんがゲストでっていう話は、外れましたね。岡村隆史のオールナイトニッポンが終わって、ナインティナインのオールナイトニッポンとして、再スタートっていうんですかね、だからまあ復帰したと、コンビでオールナイトニッポンを続けるということになりました。当時聞いてたんで、まあ、ヘビーリスナーではないんですけども、懐かしく聞きましたね。でほとんどのコーナーが終わりまして、1個だけ継続してるのかな。残念なのはツイッターがなんか非公開になっちゃいましたね。岡村隆史のオールナイトニッポンの公式ツイッターが別に非公開にする必要ないと思うんですけどね。犯罪を起こしたわけでもないし、過去のコンテンツなんで、なんで非公開にしちゃうのかなという思いはありますけども、で最後に、まあ、その関係の話題で、去年も話したんですけども、横浜アリーナで歌謡祭っていうのを年1回、オールナイトニッポンのイベントとしてやってまして、次回はもう開催予定決まってて、来年の1月17なんですけども、多分、もうできないんじゃないかなと。なんで早めに中止決定をした方がいいんじゃないかなと、文字のブログでも、かなり前に書いたんですが、もともとはその岡本隆史一人になっての歌謡祭っていうイベントなんで、なかなかナインティナインでやるのは、難しいのかなというのと、まあ、その COVID-19 の影響でほとんどそういう大規模イベントですね、中止になってるんで、まあ、来年の話ですけども、
もう早く決めた方がいいんじゃないかなと思ってます。横浜アリーナの、イベントスケジュール見ても、1月のところは今のところ予定何も今入ってないですね。はい、今回のフォトブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。